こんにちは、ライムです。ということで今回はラビリンスダンジョン FF1 新ガチャ性能解説だ。おっそって思ったのは、まあ皆さんだけではなくね、僕が一番遅って思ってる。だってこれいつよ、いつ7月の11日かなになってるから、もう5日経ってる。もしかしておっそ。おっそだよね。わかるわかるわかるよ。ただまあ僕もね、常日頃から遊んでいるわけではないんです。まあ土日はちょっと遊んでたけどね。あのまあメンバーシップ登録してくれてる方とかね、あてかチャンネル登録してくれてる方ならわかるかなと思うんですが、ちょっとね、まあ日曜はポケモン GO のフェス、グローバルフェスがあって、まあ遊んでた次第なんだけど、久しぶりにだからポケモン GO フェスのオフ会だったんで、アンさんに会ったんだよね、そういえばね。アンさんと会って、久々にアンさんがね、まあアンさんも、今どこまで、ハリューとかは終わったんだよね。で、今ラビダンに挑戦しようっていうところで、まだバハムート霊式とか挑んでないんですが、ちょっと、なんか久々にアンさんの端末で、その、何バハムトレシキかやってみたいなってのがあって、やってみたら勝てたんですよね。だからアンさんも多分やろうと思えば勝てると思うんですよ、バハムトレシキ。だからぜひね、また久しぶりに、まあアンさんがその気になればですけどね、初心者の端末でバハムトレシキやってみた動画とかね、やってもいいんじゃないかなとは思ってます。まあやる気があればね、またおにゃんことは別路線のね動画として、はい、まあおにゃんこはもうガチで、今ちょうどそろそろ3ヶ月目に入ろうかっていうぐらいなんで、アンさんはねもう結構初心者とはいえもう何年もやってるからね、2、3年はもうやってるのかな、2年ぐらいかなやってるんで、その辺の違いやっぱあったりするから、はい。ということでまあ話は、戻りますが、 FF1 のラビリンスダンジョンのガチャですね。こちらもうあの実はもう先週の木曜日時点ですでにこのライムメモ自体は書かれていたんですけどね、いかんせんアップする時間がなくてできなかっただけなんで。では上からいきましょう。まずセーラーの専用第2専用アビが実装されました。こちら銀融指針アビで味方全体召回復という内容になってます。まあ、いわゆるヒーラーテンプレだね。味方全体召回復でまあもういろんなヒーラーに実装されてる一番普遍的で一番スタンダードな専用アビだね。もともとセーラの専用アビが HP1000 回復とダメージ軽減バリア極小だったかなを付与するっていう内容、あここに書いてあったわ。うんそう、ダメージ軽減バリア極小と HP1500 回復だね。でこれが、まあ、内容としてはしょぼくすぎたんだよね、あまりにね。軽減バリア極小だからね、いやこれはひどいて、よっぽど一撃の敵の火力が高くない限りは基本的に普通に回復した方が絶対いいよねっていう内容になってたから、基本的にはもうこっちの第二専用日をわざわざ使うことないと思う。でセーラがアレグロとかね、銀融指針アビリティ使えるキャラっていうところもあったりするから、まあ、基本はもうこの第二専用アビともう一つ銀融指針アビ持たせるみたいな流れになりそうな気すんだよね。まあ、物理パだったらちょっとわかんないけど、また別のね、内容になったりとか、まあ、人によってはあの攻撃が上がるやつにする可能性もあるからね、ガチ勢の方とかは特に、ってこともあるからね。まあもうようやく来たかなっていう感じがします。もう使うことないでしょ多分、聖なる祈りの方は。ほぼ、うん、もう作っちゃったよって方はちょっと残念ですけど、また作り直しっていうことになってくるかな。はい、ということでまあこの流れでちょっとセーラーの話していきますが、ああセーラー今回クリシンすら実装されてねえのか、長らくセーラー自体が実装されてなかったのかな。今の究極審議をこれ、しかもこの究極審議でさえこれ初登場だったんだな、既存のやつかと思いきや初登場の究極審議。ただ内容がですね、まあ、いわゆるヒーラーテンプレだね。特大回復とか、
このザオリク、ザオリク、ドラクエ、ドラクエだがFF のアレイズか、アレイズだね、アレイズがついていたりとか、ヘイストリジェネが待機時間2ターン短縮とかね、こういう内容で、まあヒーラーテンプレです。で、千夜日極寒についてもさっき見た内容通りで、聖なる祈りが HP2500 で回復で、ランニング千夜日が待機時間は短くなるってだけだね。微妙、正直。で、追撃もこれは毎回だね。使用するたびに毎回追撃、味方全体召回復と2回ごとに味方全体待機時間短縮。まあ、うん、まあ、わざわざこれセーラ使う意味あるかって言われるとないね、別にね。本当にシリーズだけしか使い道ないかなっていう感じがします。うん、まあ何の特徴もないって感じかな。で、レビーチェインは FF1 シリーズの、もので、2回使用するたびに、ごめん、違う、白魔法と銀石ジャミ使用するたびに追撃2回までってことだね。2回まで待機時間一旦短縮するよってやつだね。これまた便利ですが、もちろんこれ1シリーズのシリーズチェインになってるから、うん、まあシリーズ専用のだね。本当にそれ専用です。で、星7千銀も味方全体の攻撃魔力アップ中、待機時間2ターン短縮、 ATB1 回短縮、まあ、持ってたらいいけどってぐらいだね。まあ、わざわざ、このためだけにガチャするかって言ったらしない類の星7千銀だね。まあ、たまたま何らかの目当てでね当たれば、まあラッキーだねっていう程度か。はい、ということで、まあ総評も皆さんお分かりかなと思うんですが、別に何の特徴もない、ただのヒーラーっていう感じだね。普通に属性ダンジョンとか、それから天命ダンジョンでわざわざ連れていくようなタイプのキャラではありません。うん、本当にワンの、ダンジョンクリアしたらもう一生使わないような、そんな感じになってる。なんで、まあ、わざわざこの新しい必殺技とかを取りに行かなくてもですね、すでに実装されてるような、なんならもう別にアニマレンズで交換できる内容で完結できちゃうようなもの、プラスでなんかそれでもちょっと回復足んないなと思ったらハピセレとか、それかシンクロセレクションとかで、まあ、安上がりに買ってしまえばそれで済むようなヒーラーっていうことだね。はい、安い女です。そしてシーフ行きましょう。こちらマスター審議、これはね当たりタイプだね。幻突レベルが変化するタイプ でなおかつ一旦自身の限界突破レベル9アップのマスター追撃持ちってことになるので、まあ当たりだね、当たりでしょう。ただ、まあ注意してほしいのは、シーフってやること多いんですよね、バッファーなので。ワンシリーズとか、まあ、毒属性での運用でもそうなんですけど、クリリッツアップとかね、D 格とか、それから、シンクロでクリリッツアップで、シンクロでワンシリーズの味方の待機時間短縮とかあるし、覚醒でもね、同列待機時間短縮とかついてたりするし、うん、まあ、いろんな意味で、あとあれか、フルバフも持ってる、弱点ダメージアップチェーンも持ってるから、もう、バッファーなんだよね、役割がね。とにかくバフ巻いて味方全体の火力を底上げしていくっていうのが一番の役割になるから、マスター審議打ってるゲージあるかっていう。で、まあ、使ってもいいんだけど、全然使ってもいいんだけど、やっぱ3ゲージが足引っ張るかな、初動が遅れちゃう、バッファーなのに。誰よりも早く動いてメインアタッカーが行動する前にクリバフとかね、まあ、そういうの巻いて戦っていきたい、待機時間短縮早めに打っていきたいっていう感じなのに、マスター審議で初動が遅れるせいで、結果そのバッファーとしてあんまうまく機能しなそうだなっていうのがある。まあもちろん初動が遅れてもいいんだったら全然いいんだけどね、ちょっとまあ長期間長時間を見て戦っていきたいんだっていう人だったら別にいいんだけど、ってとこかな。なんで正直純粋なバッファーとして動くんであれば、マスター審議は取る必要は特にない。本当にそのさっき言ったバッファーも火力も全部シーフにこなせたい、こなせてあげたいっていうんだったらまた変わってくるでしょうけど、ちょっと、そういった意味では考え方を変えていく必要があるから、マスター審議取ると。うん、あとクリスタル審議ですが、こちらは
他のキャラと変わってるところで言うと、クリスタルホース、見返し王子に追撃が出ます。これ8回攻撃の物理攻撃。多分これ火力高めの追撃なんじゃねえかなと思ってるんですけど、まあ、こんだけなんだよな。さすがに、クラウドとか、みたいなね、新限界突破レベルプラス1付与みたいなさ、そういった効果でもないので、まあ、それでもね、この他のキャラと比べてクリスタルフォース2回打つだけで追撃が発動する時点で優遇はされてんだけど、まあ、言うてこんだけだからね。まあ、まあ、これがね、マスター審議とかとの、併用してれば結構話は変わってくるかも。だいぶ火力出そうだね。マスター審議の環境になってからは、こういう追撃でさえも結構火力出るようになったから、バカにならないからね、マスター審議併用時は。なんで、まあ、それ用かなとは思うんですが、まあ、うまいこと使ってあげると強そうです。はい。ということで、総評なんですが、まあ、先ほども言った通り、シーフはマスター審議、まあ、強いんだけど、仮にそれ使うんだったら、メインアタッカーとして運用するんだったら、まあ、バフは他のキャラ任せとかになっちゃうし、まあ、イカタクは当然必須になってくるだろうし、ってことだね。で、マスター審議とバフ役を、まあ、併用してもいいんだけど、例えば、そのね、中身がシンクロと覚醒だけだったとしたら、マスター審議だと、その思ったより火力出ないと思うんで、一発あたりは出ても、やっぱ、覚醒とシンクロだと2回攻撃が限度だからね、になっちゃうんで、やっぱり、他のね、D 角なり、クリシンなり、究極審議なりと、やっぱ併用は必要かなと思うので、もうそういうバフとかを、もうマスター審議の前に打っとくとかね、そう、両方やらせようと思ったら、それなりの立ち回りの工夫とかも必要になってくるんで、まあ、皆さんの使い方次第ではあるんですが、まあ、いずれにしてもこれ、マスター審議メインのアタッカー運用でも、バッファー運用としても、めちゃめちゃ強いのは変わりない、シーフは、やっぱり。とにかく、ワンはシーフ揃えておけば、割と同等でもなるみたいな感じ、ところがあるんで、毒属性でも強いからね、シーフ強いです。総評で言うと、普通に。めちゃめちゃ強いタイプになってくると思うんで、まあこれを機にシーフを集めるっていうのは全然いいと思います。他の必殺技も全部ドリセレに入っていると思われるので、ぜひね、今月もドリセレあるからね、ゲットしてほしいなと思います。はい、ということで次はスーパーモンクのマスター審議。これ当たりだね、シーフよりさらに当たり。なんでかっていうと、これは追撃でどんどん幻突レベルが上がっていくタイプで、なおかつマスター追撃が新限界突破レベル付与のものなので、超火力出ます。ただ、まあ、難点としては、スーパーモンクが、千闇5回攻撃ってところが難点かな。だから、その、純粋な単属性アタッカーと比べると、その分だけ火力が出なくなるっていうことがありますので、まあ、汎用性とかってことを考えたら、無課金とか、それが美化金勢の方にね、出れば炎と地属性と雷属性で大活躍って運用ができるからめちゃめちゃ強いと思います。はい、それからですね、クリスタル審議も実装されてますが、これまあ特別他のキャラと変わんないかな。アタッカー、まあ併用したら強いねって感じです。あとアクセル審議ですが、こちら待機時間なしになるんだね、スーパーモンクは。だからまあ最近なんかこういう、なんだろうな、もともと足遅かった、例えばグラディオとかみたいなキャラは、待機時間短縮とか待機時間なしが追加される傾向だね。足速いゴリラになります。うほうほ。あれっていうか、シーフのアクセル審議の話したっけ。まあこれも敵単体6回攻撃と、あと自己バフっていう内容になってるから、もうこれもマスター審議と組み合わせてあげるとめっちゃ火力出るよっていう。アクセル審議もね、マスター審議が実装されて以降はなんか火力めっちゃ出るようになったからね。バカになりません。これも毎回攻撃すると考えると。はい。で、まあ総評ということですが、スーパーモンク自体は実はスペック結構高いキャラなんだよね。5回攻撃っていうところだけ目をつむれば、D 学生とか、究極審議も結構ね、アタッカーとしては強めの内容になってるので、まあ、1シリーズとか天命文句ではもうマスター審議が
実装されたことによって現在トップアタッカーみたいな感じになってます今のところは。また今後ですね、ウォルのマスター審議とかそういったもの出てくると話はまた変わっちゃうんだけど、まあ今のところめちゃくちゃ強ポンなんで、ぜひね、あの天命文句とかそれか1シリーズ苦戦してる方は考えてもいいかもしれない。はい、あとはまあガーランドについてはこれ復刻なんで割愛しますね。特に語ることもなし。以上かな。以上といったところで長々と語ってきましたが、まとめいきたいと思います。今回のガチャはまあどうしても1シリーズに勝てない人向けになってくるかな。シーフとかね、セーラーに必要な必殺技っていうのは全てもうドリセレとかハピセとかシンクロセレクションとかね入ってるからね。もうさっき言ったフルバフとかクリバフとかね、弱点バフとかそういったもの全部もうドリセレに入ってるから、そっちで取っちゃえば別にって感じになります。もううん、これ以上求めるのであれば、あの FF1 のクリスタルダンジョン、これ多分年内には来ると思うんだよね。残りのシリーズがあと3つしかないかな。今週11、あ、そう、11の生放送するけど、11とか、あと1とジョブガイデンしかないので、残りは。って考えると、もう残り、まあ、格付きで来たとしても、年内には終わっちゃうんだよね。絶対1来るんで。その時のために、ちょっと1薄いなーって方は、ここで取っておいてもいいかもしれない。って感じでしょうか。はい。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。